はい、こんにちは、ハンピーシュー、ハンレハン。マネージャーですからね、これ電話してんの。あ、じゃあ、ハンレハン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 。舐めてんじゃないよ、大人を。はい、どうも、アバンティーズの鶴瓶とスラッチです。今日は、久々の質問コーナー。インスタグラムで、たくさんの質問をいただいたので、はい、それに答えていきまーす。ということで、はい、何もいらんっしょ、説明なんて。もうみんな分かってる分かってると、早く質問くれよって。質問くれよと、はい、質問を言えと、はい、もう秒でもう内容入っちゃうと、うん、もうみんな分かってるからね、質問コーナーなんて。そんなね、あれ何歳だと思ってん。じゃあまず質問目、1問目日本語喋ってくれ。はい、ごめんなさい。そろそろ質問。スワッチ、バンジーいつ飛ぶん？いつでも飛べるよ、俺は。いや、場所は選んでいいの。飛べばいいんでしょ。バンジー旅行だっけ。バンジー旅行ですよ。あれ、一回飛べばいいんじゃなかったっけ。違うよ、この人やばいわ。は、待って、ちょっと調べる。俺もちょっと怖いから。あー、2泊3日バンジー旅行です。じゃあもし、1ヶ月で5キロ痩せなかったら、うん、2泊3日バンジー旅行してもらいます。はい、どうぞ。もうこれでも確実に年内にありますもん、これ本当に。やります、やります。やればいいんでしょ。やりますよ、やります。はい、切り抜きしてもいいですか？最近流行りの切り抜き。あの、TikTok でも YouTube でも、もちろん昔の動画でも今の動画でもいいんで、うん、ぜひ皆さん切り抜いてください。なんかじゃあ、ハッシュタグ考えよう。アバ、アバ、アバ1着。どういうことだ？アバが1位ということで、アバ1着。アバ1着。アバ1着。あ、アバ登竜門。アバ登竜門の方がいいわ。あ、わかりました。ハッシュタグ、はい、アバ登竜門で。そっちの方が良さそう。うん。でこれを入り口として YouTube に来てくださいという。なるほどね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そういう意味、普通にいいじゃん。いや、最初のアバ一着が全然ダメ。いや、俺もハマってなさすぎて、まあ行くの怖かったけど、アバ登竜門でよかった。うん、じゃあアバ登竜門でお願いします。はい。際どい質問が。こんな質問今まで来なかったと思う。本当に。多分その視聴者も年齢層がだんだん上がってきて、俺たち同い年になってきた。なるほどね。そういったことに踏まえて、これ新しい、これ質問が来ました。上司との不倫が切れません、助けて。今までは多分高校生とかさ、ね、学生が多かったけど、うん、今度やっぱり社会人の人たちが来るようになる。上司と不倫しちゃってるんだ。上司の不倫が切れないっていうのは、自分から切りたいのに切れないってことでしょ。自分の怠慢じゃない？自分自身の心の弱さだと思うんで、ね、強い心で断ち切ってください、はい、良くないものは良くないので。ちょ、俺なりの答えを言ったけど、お前の答えを。そのままでいいんじゃない？それなんでな。でもこの質問してくる時点で、うん、切る気がない。なんだよお前、かまちょかよ。次、これも多分ユネさん上がってんのかな、うん、結婚を考える女性に求める条件を教えてください。やっぱ付き合うと結婚は全然違うからね。ある程度妥協できる人。それどういったことに対して妥協できるっていうの。要はその一緒に住んだ時に、うん、やっぱその仕事じゃなくてプライベートの生活の中で、うん、まあ、絶対に他人同士だから、うん、ある程度合わないところあるじゃん、うん、生活とかね、うん、でそういう時にこれぐらいだったら許してやるかみたいな。なるほどね。そういった心を持ってる方じゃないとできない。ああ、素晴らしい、うん、僕は2つです。2つ。じゃあ1つ目教えて。1つ目顔。いや、それも恋愛の時じゃん。顔と、もう1つが頭の良さ。ああ、なるほどね。結婚って死ぬまで一緒なんだよ、その人と、うんうん、毎日映画って同じ顔見るんだよ、うん、可愛くなきゃダメでしょ。でもその顔はでもさ、うん、その結婚の前じゃない、それって条件。いや、そんなことない。実はもう2周目、俺も2周目に回ってやっぱ顔が全てだなって。であと頭の良さは、子供作った時に教育するっていう面で全身全霊で教育を任せられる。俺も教育するけど、その教育を任せれる賢さがあった方がいいなっていう結婚条件以上です。なるほどね。気が狂うほど笑って。10秒にしよう。10秒にしよう、うん、俺らもうそんな若くねえからさ。10秒です。よいしょっと。自分史上一番イケてると思う写真公開。イケてるの定義は人によって違うからね。はい、こちらです。せーの、
本。真面目に選んだ俺がバカだったよ。いけてるわ。いけてるだろ。はい、次。やっぱこういうなんか多いわ。やっぱなんか実習で疲れて死にかけてる時に浮気して降ってきた元彼はどうやって処刑するべきですか。疲れてる時じゃなくても浮気は許せない。これもしかしたらさっきの質問者ともしかしたら一緒なんでしょうね。一緒なわけないでしょうね。最低だね。そう、浮気した上に振られてんだ。踏んだり蹴ったりじゃん。これどうすればいい。どうしたらいいって、それはもうあなたが綺麗になって見返すしかありませんよね。素晴らしいアンサーです。ありがとうございます。まあ確かにね。鶴見さんどうすか。いや僕はもう確実にこれは相手の家のポストの中に意味不明な絵と文字を書いて交換する。あなたそれは法で捕まります。日本は法治国家です。あ、そうですよね、はい、いやでもやっぱ空の回答が一番なんじゃないですか。ありがとうございます。そんなね、男はもうね、うん、そうもう捨ててポイ&ポイで、おい10年切れんだよ俺。次の質問。冷蔵庫にほらわさびがあるよ、鼻に突っ込んでみて。あるかな冷蔵庫に。ごめん、キンキンに冷えたわさびがあったの。あんじゃねえかよ。全然やりたくない。じゃんけんはどう。ん、じゃんけん。じゃあ一緒にやろうよ。やりたいんだね。お前なんでさ笑ってできんのこれが。いきまーす、よーいアクション。あー久々に左鼻ホリホリしたくなってきたな。あ、やめちゃった。びっくりすげえ。チューブで鼻の奥まで行ってんのよ。そう、あいつすっげえ。しかも両穴やってる。すごい、あいつ、あいつすごい。次の質問。学校の先生が好きで告白したんですがダメで、成人式まで待ってほしい的な内容です。このまま好きでもいいと思いますか。高校3年生だ、あと2年。すごいね、みんなのその恋愛遍歴というか。俺的には、うん、待たない方がいいんじゃないかなと。なんでそれは。先生というね、うん、リスクみたいなのを考えちゃうかな俺は。なるほどね。今後、うん、その人が先生できなくなる可能性もありますからね。あとね、例えば18歳でしょ、うん、あと2年あるからね、うん、大学生だから、うん、切り替え難しいかもしんないけど、うん、別の人とかね、うん、一旦会ってみるのもありなんじゃないかな。まあ、確かに確かに。先生というやっぱねワード強いですよやっぱ、うん、僕もどうせあなたに他に好きな人ができます。はいはい、はい、以上です。以上です。はい、次の質問。はい、はあ、パンツの色教えて。はいはい、分かっててやってるでしょ。俺がノーパン派閥なことを分かってて質問してるやついるやん。なんすか、マスター。なんすか。いや、つゆみさんのパンツも大概。いや俺もあのセキララ系なんですけどいいですか。おー、いいですよ。クズ男ばっかり好きになってしまいます、どうしたらこのルーティーンから脱却できますか。俺ね、こういう質問ね、ほんと ごめんなさい、大っ嫌いだよ。俺こいつもほんと大っ嫌いで、どうしたらいいですかじゃねえんだよ。そもそもお前の昇魂から叩き直せやっていう。クズ男を寄せつけるのも自分のテリトリーから引き剥がすのも自分次第じゃないですか。自分がそういう空間とかに行かなきゃいいし、選択しなければいいだけなんで、あなたの責任です。一回あれすれば LINE 消去。うん、だからその LINE とかね変えた方がいいよ。俺も定期的にやるもん、LINE 変えるやつ。気が悪いと思って。LINE 変えてみてください。どうぞ。相談です。男性恐怖症を治したいです。どういった理由で男性恐怖症になったのかっていうのが分かんないですけど。俺もちょっと女性恐怖症あるの。女性恐怖症なんだ。え、それなんでやるの。これは結構ね、うん、慣れだと思うんだけど、うん、10代の時に、うん、高校、大学ってその女子がいない環境で育ちだったからね。うん。生物的な何かを感じる何か。この、ガッって構えちゃう。どんな方であれ構えちゃうんだ女の子。それはもしかしたら、うん、学生の時とか小さい頃からの環境でそうなってしまった。そうだね、うん、これはだから本当に会うしかないよね。まあ、そうだね、慣れでしかないからね。慣れでしかない人間環境って。だから、うん、嫌だと思うけどそういう場所に行ってみたりしてみたらいいんじゃないですかね。斉藤さんとかね。斉藤さんそれで一番手っ取り早いね。でもチンコばっか見せられるけどね、斉藤さんやってたら。うん、それ結構慣れんじゃないのかな。チンコになれても仕方ないでしょ、うん、もっと恐怖症になるわ。実際いつ結婚したい。3年後。30にギリギリならない年で結婚したいです。リアルに40。おお、お前結構長いスパンで考えてんだね。まあ早めになんかね、あればいいけどね。うん、早ければ早いほどいいけどね。
昨日さ、全然関係ないんだけどさ、友達の失恋話みたいなの聞いてたの。その人の名前をなんか言ったから、その人の名前検索したので、その人のことをなんか俺間違えてフォローしちゃってたっぽくて、しかもその人同姓同名で、その人の元彼ですらなかったの。の人をフォローしちゃって、なんかフォローありがとうございますとかストーリーで、ソラチーさんにフォローしてもらいましたみたいなのストーリーして、すごい気まずいんだけど全然俺もだからフォロー外そうに外せないからさ。何それ、その一般人ってこと？同姓同名の格闘家をフォローしちゃってっていうエピソードが今。いや、いいんじゃない。次の質問。8ヶ月 LINE だけしてた人とこの前初めて会って手をつながりました。相手は私のこと好きなのでしょうか？お前、お前、本当に幼稚園生なんかな。幼稚園生なのかな。8ヶ月 LINE ってすごいね。8ヶ月 LINE してる時点で、まあ人並み以上の思い出はあるんじゃないですかね。はい、でも8ヶ月 LINE 無理だよ。お前のできるできないを聞いてなくて。いや、でも手つないだらもうほぼ脈割りだよね。脈割りなんだよ。いや、好きじゃない女と手つながなくない？いや、脈割りですよ。脈割りです。はい、なので、行っちゃってください。行っちゃってください。 Let's go to the Let's go to the hotel。 次の質問。両目の手術しました。痛いです。頑張れ。痛いよな。最近ハマってること。自炊。最近ハマってること、自炊というか、まあ、自炊なんですけど、さばくのにハマってる。カニとか魚をさばくのにハマってる。嘘でしょ。本当怖いね。本当に今カニを、そう、特産物注文して、俺めっちゃ綺麗にさばけるようになって、めっちゃ今めっちゃ綺麗にさばけますカニ。はい、最近はもうサウナです。サウナしかねえじゃんお前。トーマスの一日復刻版お願いしやす。ふざけんじゃないよ、地元までめんどくさいな。久しぶりだ。久しぶりだね。ああ、これやるのトーマスさんですか？え、そうだよ。いや、あの、僕、あの、ちょうど、なんですかね、7年前とか8年前とか、はい、いや、もしかしたら10年前ぐらいだと思うんですけど、はい、一回ここで会ってるんですよ。ほんま？はい、その時僕高校生ぐらいで、ほんま？トーマスさんに会って、うん、でも久々にここ地元に帰ってきたら、まだいるんですね、トーマスさん。そうだよ、最近はよ、はい、悪質な撮り鉄が多くてよ、困ってんだよ。あ、そうなんですね。悪質な鳥ですが、うん、でもあの今若い小学生が来たんですけど、うん、今の小学生もトーマスさん知ってるんですね。そりゃそうだろ、知ってるだろ。毎日走ってんでバカ野郎が、人乗せてよ。頑張ってんす。これ後ろって見ても大丈夫ですか？見てもいいよ全然。もうあれだ、もう帰宅だ、帰宅、帰宅時間。そうなんですね、うん。僕のこと覚えてます？うわ、まあ7年前だからな。僕もう25歳になったんですよ。ああ、もう忘れちゃったわ。そうなんですね。あ、じゃあそいつ同じなんだ、お前。はい、そうです。あ、じゃあ取材したやつと。はい、じゃあ、もう帰るか、今日は。そうですね、僕も帰るんで。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れです、今日は。また明日も俺人乗せてからさ、頑張ってください。また取材しに来たよ。はい、頑張ってください。じゃあまた。怖がってるよ、ちっちゃい子が。平和だよ。トーマス。突っ込めるのか。おじゃ。分かってる。いつもの配信一緒なんだよね、毎回。笑ってんの。やめな、絶対やめな、絶対やめな。